まあ、うつ伏せでこっちが頭ですね、はい、これが胸でこれが心臓、はい、ちょっと大きい。でも前と比べてそう変わらない心臓の大きさはね、はい、それから肺は綺麗だと思います、はい、それから横向きで見ても、まあ、ちょっと大きいよね。肺は綺麗だし気管も綺麗ですね。から映ってる頸椎、胸椎、肩甲骨、肩関節、肘関節、綺麗ですね。ね、猫ちゃんもね、年齢がいってくるとこういうところが変形性骨関節炎に発達症になる子がいますけど、いいですね。からお腹、少しお腹の中に脂肪がついてきたんですね。肝臓がちょっと浮き上がってる。肝臓の大きさはちょっとだけ大きいぐらいで、腎臓がこれかな、こちらが左ですね。そうそう、こっちが右だと思う。右が小さいね、左に比べると。だいたいこの2番目の腰の骨の2倍ぐらいが正常と言われてるから、ちょっと右の腎臓はちっちゃいかもしれません。お腹の中は少しガスがあるけど、これぐらいはまあいいでしょう。ご飯食べてないからね。で、腸のループもあって、これ膀胱におしっこがちょっと溜まってると。で、腰椎、ここはやっぱり変形性骨関節症になるケースが多いけど綺麗ですね。飛び乗ってます？飛び乗ったり飛び降りたりできてます？やってます。やってます、うん、最近でもあんまり高いところ登らなくなったけど、はい、やれることはちゃんとやってます。股関節がね、はい、右か、右の股関節が左の股関節に比べるとちょっとはまりが、これしっかりはまってますよね。ちょっとはまり方が少し、ま、あの浅い、はい、でも、ま、これだからって痛くはない。でもこれで痛くなってくると、こう関節炎の症状が出てくる。ギザギザしたのがね、それはないと思います。まあ、レントゲン所見はまあ12歳、うん、まあ右の腎臓がちょっと小さいのは気になるけど、まあ、あとあの血液検査所見の腎臓のところですね、はい、1個が小さいと機能が悪いわけです。だけどもう1個がさ、仮に例えば 100% 働いてれば腎機能は正常です。4分の3、3分の2以上機能不全を起こすと数字が上がってくるんでね。で